相変わらず甲子園一直線だね。ミヨンか、分かってるなら放っておいてくれよ。俺は甲子園で忙しいんだ。ケイちゃんさ、ちょっと休憩、ちょっと休憩。ホームルームまであとちょっとだろ。もう一汗かかせてくれよ。ケイちゃんって野球好きだったっけ？最近好きになった。最近って昨日から？分かってんなら聞くなよ。あれまあ、スポーツマンにしては爽やかじゃないお返事だことで。気が散る。放っておいてくれ。何か用なんだろう。なんだよ。用ってわけでもないけどさ、お疲れのようなら後にするけど。今でいい。さ、おじさんダメだわ、こういうの。ボキャ品はつらいわ。なんだよ突然。言いたいことがあるならはっきりと言えよ。やめてよ素振り。ちゃんとやめてるだろ。じゃなくて今日で終わりにしてほしいの。悪いけど。なんでだよ。余計なお世話だよ。別に誰にも迷惑かけてないだろ。かけてる。俺がいつ誰に迷惑をかけたよ。だってさ、ケイちゃん、それ人のバットだしさ、無断借用は悪いし。転校した生徒の忘れ物だろ。本人が取りに来るまで借りてるだけだよ。まあね、転校したし。でも変わってるよな。兄貴だけ転校なんだろ。妹は転校しなかったんだろ。ケイちゃん知ってたの？北条さとし、さと子の兄貴だろ。去年鬼隠しにあって消えた。レナにも言われた。
なんで素振りを始めたのかってな。サトシもやってたんだってな、素振り。それも失踪の直前に。これってさ、お社様のたたりに合う前兆ってわけなのか。頼むよ、ケイちゃん。お社様の話はうかつにしないでよ。私はそんなに信じてないからいいけどさ、他のみんなはすごく信じてる。レナなんかヤバいくらいに。ヤバいくらいに？とにかく、みんな怖がってるんだよ。もしもこれが悪ふざけならやめな。サトシの真似は絶対にやめて。先に言っとく。俺はサトシのことは何も知らない。みんなが隠してたからな。隠してたってわけじゃ。毎年起こる事件のことは隠してたろ。あ、それはケイちゃんを怖がらせたくなかったってのか。それが理由で俺だけのけ者かよ。いや、そんなつもりじゃ。ミオンに直にダム現場で事件がなかったかって聞いたよな。ミオンはないって言ったじゃないか。嘘つき野郎。ごめん、嘘ってわけじゃ。仲間ってのは隠し事なんかなしだろ。そうだろ。じゃあお前らは仲間じゃない。ああ、それに先日の見舞いのおはぎ、あれうまかったぜ。血が出るかと思った。やったのはどっちだ。お前か、レナか。私。死ぬかもしれなかったんだぞ。仲間にあんな真似をするのかよ。そんなちょっとしたいたずらじゃん。あれがいたずらで済むかよ。とにかく、お前は仲間じゃない。仲間じゃない奴の指図は受ける言われはない。俺のことは当分放っておいてもらうぜ。いいな。俺を消そうとしても簡単にはいかないからな。お前らは最初から警察に疑われてんだ。サトシを消せたように簡単に消せると思うなよ。俺も過去の事件はお前らが怪しいと思ってる。ダムの反対運動の時からお前が警察の世話になってたこともよく知ってる。隠しきれてると思うなよ。いいな。どうしてそんなことまで。行こうぜ。委員長がいないとまずいだろう。ん？
ケイちゃん。みゆ、俺行くぜ。ホームルーム遅れるなよ。そっか。え？ケイちゃん、全部バラしたの。あの野郎か。あの時、殺しとくんだったな。今年で定年だからって容赦してやった恩も忘れやがって。ちくしょう、ちくしょう、あのじじい、絶対に殺してやる。